これも、女の戦い、ということなのだろうか。7月24日深夜放送の、乃木坂工事中、テレビ東京系、では、前回に引き続いて、姫顔グランプリ、を開催。久保詩織が楽曲、日常、での姫顔などが評価され、見事グランプリを獲得していた。その際に、とある称号もまた獲得しようとしていたようだ。この日は久保のエントリー作品からスタートし、MC のバナナマン設楽統は、久保はもう決め顔クイーンですから、と激推しし、日産スタジアムで5月に開催された10周年記念ライブでは、日常、での決め顔が良かったと評していた。この、日常、は 22ND シングル、帰り道は遠回りしたくなる、に収録されているアンダー曲で、センターは2期生の北野日向子が担当。今回の放送でも設楽が、北野というこの曲の代名詞でセンター、と評していたほどです。その北野は今年4月末に乃木坂46を卒業していたことから、10周年記念ライブでは久保がセンターを務めていまいた、アイドル誌ライター。久保のセンターについて設楽は、強い気持ちの歌を真ん中でダンっていくというのがね、久保の日常になったよね、と激賞。推薦者の柿春香も、肌も白いので、出てきた時は発光して出てくるみたいな、と、久保の輝きをべた褒めしていた。そんな声を受けて久保は、前任者の北野から自分が赤い炎だとしたら、しーちゃんは青い炎でやってほしい、と言われたことを告白。その言葉にしたらは、赤く激しく燃える縁より、冷血に見える青い炎と評した上で、青い炎の方が温度が高いからね、と久保の熱さを口にしていた。設楽の説明に、久保は大きく目を見開いて、あ、なるほどと笑顔に。その様子にバナナマン日村勇紀はすかさず今、設楽の女みたいな顔したな、と指摘していました。どうやら男気あふれる設楽にまた一人、メンバーが陥落していたようです。選出、アイドル誌ライター。その、設楽の女といえば、もともとは1期生の松村さゆりの代名詞だったもの。松村が設楽の言葉にニヤつくたびに、同じ一期生の秋元真夏が、私も髪を切ったんですけど、と噛みついてみたり、白石麻衣が、新、設楽の女、の座を狙ったりしていたものだ。その称号が最近は、卒業した松村の後を継いでぶりっ子キャラを継承している田村新介に受け継がれているという。1月9日放送の、乃木坂工事中、では田村が B 級ニュースとして、髪の毛を13センチ切ったことを報告。それについて、何も言われてなくて。と設楽に迫り、タジタジとさせたことで、画面には、新、設楽の女とのテロップが表示されていたものだ。We'll be right back.